北海道で新たに4人の新型コロナウイルスへの感染が確認されるなど、今日も各地で感染が確認されています。北海道は先ほど、保育園に通う男の子を含む合わせて4人の感染を確認したと発表し、北海道の感染者は148人です。和歌山県でも和歌山市に住む10代の女性が新型コロナウイルスに感染したと発表しました。 この女性の自宅には今月12日に感染が確認されたメルセデス・ベンツ和歌山に勤務する20代の女性従業員が今月7日と8日に訪れたということですまた神戸市も4人の感染が確認されたと発表しこのあと会見が開かれる予定ですそしてつい先ほど名古屋市は市内に住む新型コロナウイルスに感染していた高齢男性が死亡したと発表しました 一方、相模原市では新たに40代の女性、70代の女性、80代の男性の合わせて3人の感染が確認され、このうち40代の女性と80代の男性は、すでに家族の感染が確認されていました。このののほか、東京でも公務員の男性を含む3人の感染が確認されました。